例えばですけど、ホテルにあるインターネットテレビ。はい、あれは、盗聴器にできるんですよね。こ、はい、れを電源切った状態でも、盗聴器にできるっていう技術を CIA は持ってるわけですよ。で、できるんですけど、やってるかどうかは言ってないですけど。こ、まあ、れはでも特定のメーカーのテレビですね。そうそう。これが仮にすごく重要な方であれば、はい、あの、知りたいですよね、っていうこと。え、国の要人の方々、海外とかに行ったりした時、それチェックするんですか やっぱり。もちろん。します。ただ、現地のホテルで使える通信機器とか、ネットワークとか、うん、いわゆるホテルのある Wi-Fi とか、はい、そういったものは当然一切使わないです。うん、自分たちでネットワーク持っていって、毎回、ど,どこの国も。<ー>アメリカの場合はホテルの中にテント作って、盗聴されないように。うん 電池波を遮断するテントを遮断する中国とかロシアになるともっと極端で日本のホテルに泊まると壁を剥がしたりするんですよ盗聴器を探すためそれがかなり苦情が来るわけですホテルからえー、知らなかったそういう世界ですっていうことは逆に言うとそれだけ盗聴されるっていうことなんですすごい